どっっちに生まれてきてきほしいやっぱ男だねこんなこと言うと怒られちゃうけどブスな男がまあ俺の子供だから多分頬骨も突っ張っちゃってちょっと気持ち悪いことも生まれてくんじゃん賛道に頬骨が引っかかって出てくんじゃんあのパンストでさもう俺だから初対面は覚悟してんだよまあもちろん女の股側に立って俺が、ね、生まれてくる俺のジュニアが生まれてくる瞬間を見届けなきゃいけないわけだけど あの、森三中の大島がさ、よくやってたじゃん。ガキの使いでさ、パンスト引っ張られて顔中なんかキューって上に乗った状態で、俺のジュニアは、加藤純一ジュニア生まれてくるわけじゃん。で、それが女の子だった場合、じゃあ男の子だった場合は別に男って顔だけじゃねえから、絶対。いや、顔なん、顔の要素なんて 0. 0.、パ 99. 5 99.5%は後天的な要素でカバーできるわけよ。だって、今さ、まあ、中にはさ、 斉藤海とかさ早見もこみちみたいなもう見た目でもうね物を言わせてみたいなやついるだろうけどないないと思うんだよいやいや男って見た目の良さ本当に少ないと思うわでさ女で見た目悪かったらやっぱ結構きついね十字架背負いながら生きていかなきゃいけないと思うのだからさ美容整形とかってやっぱ女のコンテンツじゃん中には男も最近やってるだろうけど この前娘生まれてきたけどすげえ可愛い。顔はガッツ石松だったけどね <laughs>。そういう風になれんのかなやっぱでも男の子生まれてきて、そういう将来の不安要素を一個取り除きたいんだよなうわなんか申し訳ねえな頭でっかちに産んじまってなって。だって女で頭でかいってやっぱ結構な障害だぜ。俺だから俺の子供が生まれてきた女の子で、まず、頭でかい女の子が生まれてくるっていうのはもう確定してんだよ。それきつくない 男だったらネタできるじゃん。お前やべえなって。だから心配なの。俺の子供生まれてきたら俺片桐入りハイリー似てるって言われてくるから頭のでかい片桐入りハイリー生まれてくるって考えてたら最低じゃないちょっと、ちょっとさ、入りに申し訳ないけど、入りはスタイルいいじゃん。だから女優やってもいいくらいだけど。 お前俺の娘が生まれてきたら顔のでかい配慮生まれてきたらちょっと目も当てらんねえぞ YouTuber にさせるしかないぞでやっぱさ血をちょっとでもさ良くしていこうっつってさチャンコロピーみたいなさ顔ちっちゃい女と結婚してさだ比較的スタイルいい子足が長くて顔ちっちゃい子みたいなのを好きになるんだけど多分ないものねだりなんだろうなでもさ世の中って多分残酷でさ DNA の方式から言うと、多分、1と1を2にして割る1じゃないよな。お父さんから目のパーツは1取って、お母さんからね、頭の大きさ1取ってって感じじゃん。だから50、50%ぐらいの確率で頭でかい子供生まれてくるってことでしょ。中間ってないよね、多分ね。俺の頭位が60センチ、お母さんの頭位が50センチだから55センチの子供が生まれてくるってわけじゃないでしょ。60か50でしょ。5割でしょ。相当やばくない そうでしょうだからさ例えば俺がチャンコルビーと結婚してチャンコルビー頭のコメントだっても先発じゃん顔のでかい先発生まれてくる可能性ゼロじゃないんだよやばくない俺の頭の大きさとチャンコルビーの脳みそだったらやばいだろういい方取ってくれたらいいよいい方どっちかによったらとんでもないキメラ出来上がるんだよ だってそう顔の輪郭だけ俺でね他の全部のパーツが女の子だったとしたらさバランスとかもおかしくなっちゃうじゃん疎背後失敗してランク下がったらシャレになんねえだろう金太郎と橋本環奈の画像ちょっと見ていい <laughs> なちょっとした神様のいたずらでこうなっちゃうんだよ 頭の大きさがこんなに変わっちゃうんだよ。俺、もう良かったな。俺はだから、金太郎と結婚したらとんでもねえことになってたんだろうな。多分、俺と同じ、いや、ひたすらお俺の方がでかいんじゃないのか、金太郎に、より。これあれだよな、ね。だも金太郎の地鶏りみたいな、三浦番長みたいにさ、金太郎がこことって後ろにいる橋本環奈と一緒に撮った。 菊地桃子にすげえ似てるねなんかガキの頃から思ってたけど将来菊地桃子みたいな風になるよ橋本勘だ